都市立芸術大学の指揮専攻の自分が思う良いところは、通常の指揮レッスンに加えて京都芸大が主催するオーケストラのコンサートだったり、さまざまな催しで学生が指揮を振るチャンスが与えられている点も素晴らしい点だと思います。皆さんこんにちは、京都市立芸術大学音楽学部の指揮専攻を担当しています、下野達也です。指揮者に憧れる人はいっぱいいると思うんですけれども、私たちの学校では、より実践的に勉強できるカリキュラムを組んでいます。指揮をすることだけでなく、実際にピアノを演奏したり歌を学んだり、音楽表現を自分からできるということも重視していますし、学校に入りましたら実際にオーケストラを指揮する機会も多く用意しています。大学の4年間で勉強できることとしてはいっぱいありますけれども、本当の勝負は学校を出てからです。出てからどのようにその指揮者としての経験を積んでいくかというのは一人一人の姿勢の持ち方です。しかしその学校を出てからどのように進んでいけるかということをのための基礎体力をこの大学の4年間で学んでもらいたいなと思います。指揮者に向かって頑張りたいという受験生の皆さん、私たちは皆さんのためにいろんな環境を整えて待っていますので、ぜひ指揮者への夢に向かって走ってください。楽しみにしてます。この大学の本当にいいところっていうのは、誰とでも話せるというか、全員知り合いというそういった雰囲気で、情熱を持って熱心に取り組む方も、そういった方とその音楽について深めていくっていうのは本当にもう私のもう喜びでもあるし、みんな頑張ってるから僕も頑張ろうっていうそういう気持ちになるのが京都市立芸術大学のいいところかなと思います。